柳田三リ屋は、下屋国柳田軍にあった荘園。柳田軍のほぼ全域に広がる荘園であったが、福富町の三リ屋神社付近がその中心であったと見られる。三リ屋が設置されていた当時は、渡瀬川の北岸に位置していた。北側には、足利軍の足利層があり、道省との関係が深く、三リ屋の開発、寄進も、道省の召喚が主体となって行われた。 工事2年に、伊勢神宮二宮のミクリアとして成立する。翌天陽元年に以前が、永満元年に戦時が出されて、確定された。ところで、このミクリアの起身をめぐっては、伊勢神宮内では、口入れ官主を地位をめぐって荒木田元定めと荒木田利光が、足利省内では、九州の地位をめぐって、預かり者の源の国と下手の藤原悦綱が、争い、元定め、 吉国側と、都光家綱側の間で委員長における訴訟へと発展した。結果、吉国の寄進状が申請と認められて、旧主職に吉国が任じられ、口入れ官主は、彼が指名した元定めが務めることになった。設立の翌年に出された印税はそれに関するものと、見られている。旧案4年になって、本来は、 平安系の軍事貴族であるはずの吉国が直感を受けて、足利僧で近親生活を送ることになったのを機に、所要の直接経営に乗り出し、足利僧、柳田三國屋をめぐる吉国の子孫玄生足利氏と、家綱の子孫富士星足利氏の対立が深刻化した。最終的に、自称、樹英の乱で富士星足利氏が滅亡したことで、 原生足利氏の支配が確立した。また、源義康の利貴代という後に、原生足利氏となる家系の本領は柳田、送り屋であったが、の利が自称、樹栄の乱に際して、源義仲に組みしたために、これを失い、源頼朝の近親者であることにより足利僧を獲得した、諸家筋の吉金の系統へ、新田義重の有していた。 総領権と共に伝えられたともされる。厳正足利氏は、鎌倉幕府御家人を経て、室町幕府を開いて、足利将軍家へと発展を遂げると、足利僧、柳田三國家はその所領として重要視されていった。その過程で両者の一体化が進み、柳田三國家は、足利僧の一部とみなされるようになりながら、京徳の乱まで存続したと考えられ、 足利僧の名前はその後も、肩だけは続いたものの、天正12年の北条氏による足利占領によって、名実ともに終焉を迎えることになる。ありがとうございます。